はい、どうも、チャンネルアリューです。はい。今日はですね、幸せになる方法をお伝えしたいと思います。はい、ここであなたに質問です。あなたは今幸せですか？はい。ちなみに私はですね、幸せです。はい。でですね、ここで、もし今のあなたはですね、幸せじゃない。今の私は幸せじゃない。幸せになりたいと思ってたとしますよね。で、この状態でですね、あなたが将来ですね、幸せになれるかっていうと、なれません。なぜじゃ？なぜじゃ？って感じますよね。はい。これには実はからくりがありまして、結局ですね、未来っていうのは、過去の思考が現実化されるんですよ。過去の思考。なので、過去にですね、私は幸せじゃないと思ってたら、未来も幸せじゃないっていうのを現実化しちゃうんですね。なので、あなたがですね、幸せになりたいと本当に思っているんでしたら、今現在ですね、私は幸せだと実感することが、大事なんですね。で、今、幸せを実感していれば、未来は幸せな未来がやってきます。なので、設定としてはね、幸せな未来が やってきますようにとこう祈っているような感じじゃなく、私の未来はね、必ず幸せがやってくると思って、今は幸せじゃないけどっていうのがあれば、幸せじゃないの方が採用されちゃうんですよ。なので、今の私は幸せですっていうのを感じれること、毎日の中でね、もし、私は今幸せじゃないと思ってても、今 あの生活の中でね、絶対あの幸せ、な部分って必ずあると思うんですよ。で、よく、当たり前になりすぎてるってことがあります。国が変わればそれは全然当たり前じゃなくて幸せなことなんだっていうことを見つけていくといいかもしれません。で、今の私は幸せなんだっていう、ね、そういう波動をですね、出していくと、未来も幸せになっていくという、まあ、現実化のからくりですね。はい。をお話ししてみました。なので、幸せだで、今思っていれば、あなたの未来は幸せだということです。はい。ということで、今、チャンネルアリューと LINE で友達になってくださいキャンペーンをやってます。あと、この動画の下に、私のホームページと、アメブロのリンクも載せてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ということで、チャンネルアリューでした。